阿美町立阿美大一小学校は、茨城県稲敷郡阿美町にある、公立小学校である。阿美町立阿美大一小学校は、1976年に設置された。創立記念日は6月6日である。敷地内は、本校舎、グラウンド、体育館、プール、放課後児童クラブ専用施設で構成されている。阿美町立阿美一小学校校賞阿美町小の、 中央に一章の文字を含めたデザインである。へちょで一番から三番までの歌詞で構成されている。阿美町立阿美大一小学校校歌作詞は、茨城県水戸市出身の作詞家である川上博明が、作曲は、元茨城県合唱連盟理事長の鈴木良和が手掛けた。2019年現在。明日に未来に生きる力を育てる、一人。 数との学力を向上させるから楽しく学べる、学級づくりを通して互いの良さを認め合い、自分の良さを発揮できる学級、学校を基盤として、知、徳、体のバランスの取れた児童の育成を目指す。相互参観やミニ研修を通して、力量を高め合い、チーム編みチとして共同しようとする、職員組織を目指す。児童が将来に夢を持ち、自らの未来を描けるよう、 現在を見る未来を作る学校づくりを目指す2017年現在ありがとうございます。